カスピカイ海岸、ホブ山にて、アゼルバイジャンの水域は地質時代の長期間にわたって形成し、その間にも多くの変化を遂げている。その証拠に古代の河川跡がアゼルバイジャン国中で点在している。アゼルバイジャンは自然の力と人類の工業活動による影響を受けており、その結果人工的な川や貯水湖もアゼルバイジャンの水域に含まれている。 水路学上、アゼルバイジャンの水域はカスピ海盆地の一部である。アゼルバイジャンのすべての川が流れるカスピ海の流域。倉川とアラス川はアゼルバイジャン最長の川であり、その流域はアゼルバイジャンのほぼ全域を含む。アラス川、アゼルバイジャン領、ナヒチバン自治共和国とイランの国境近くにて、アゼルバイジャンの水域は主に河川で構成される。 アゼルバイジャン国内の川は8359本あり、うち8188本は長さ2 5トル以下であり、24本は長さ1 0 0トル以上である。アゼルバイジャンを流れる最も長い河川は柿がある。アゼルバイジャンの河川は主に柿の3グループに分けることができる倉川盆地の河川、荒洲川盆地の河川、カスピ海に、 直接流れる河川アゼルバイジャンの水系は気候、地質、土壌、植生などの影響を受けている。標高が高くなるにつれて水系の密度はまず上がり、続いて下がる。タリシュ地域を除き水系の密度が最も高いのは標高線から百5 0 0ルの一から2キロメートル軽平方メートルであり、一方タリシュ地域では標高500から1 0 0 0ルで密度が 最も高くなる。密度の全国平均は 0.39km、軽平方メートルであり、平原での密度 0.05km、軽平方メートルよりも低い。コイゴルコミンガチャビル貯水湖アゼルバイジャンでは、河川の水流、及び水資源とエネルギー資源を制御するために60以上の貯水湖が建設されている。アゼルバイジャン国内の大型貯水湖には、火器がある。 ありがとうございます。